池田区がですね、収支報告書の不記載と違法献金疑惑ということでやられましたよね。これと別にもう一丁ですね、これトースポの記事なんだけども、もう一丁あるんですよね。これね、これ、エバーノートっていうような題名がついてるのかな、これ。で、ここで収支報告の分で金が合えへんやないかというような話をしてます。でもう先に全部見せときます。問題点はこちら。後援会事務所で実家を無償提供を受けてて、この賃料相当を不記載になってました。これ新聞記事に出てます。でこれ説を、これ市議やった人ですね、おとん、とも交換から寄付上限の150万を受領しててですね、これに家賃相当分が加算されれば、この政治資金規正法の上限を超えてるので違法です。で、これも新聞載ってました。で、この寄付がですね、相続税の節税としてですね、贈与税の逃れに使われてんちゃうかということですね。おとんおかんから150ずつだから300万ですよ。で、それにですね、個人で税の控除の上限枠の110万受け取るんであればですよ、これなんやねんと、一人で410万円も、まあ言うたら無税で受け取るやないかいというようなことにもなるわけですよね。で、まあ大概この110万っていうのは、分かりやすいように111万円とかにしてですね、1000円だけ税金を払ったりするんで、それよう分かると思うんですけどもね、その辺のところも説明が必要ですね。で、これ4番、府議時代の政務活動費の事務所ですね。これについて講演会活動と党務を行っているというふうになってるわけですよ。で、それについてはですね、これここでも言うてるわけですよね。これトースポのとこでもですね、どこやったかな、実家は物置のような限定的な利用に過ぎず、講演会の実務は高槻市内の別の場所にある事務所で行っていたというようなことを書いてるわけです。これブログにも書いてましたね、確かにね。備えしてなった時にですね、ここではですね、後援会というのと、しかも彼は政党人でもありますから、党務というものがございますね。で、備えして考えたら、それは9割を政務活動費、府議時代当ててるんですよ。こんな高い割合で当てたらあかんやろと。まあ、維新でも大体55ですよ。だからこれ当てすぎとちゃうんかと、政務活動費を水増ししている可能性があるということですよね。で、組織対策費名目ということでですね、2018年8月21日から22日に健康福祉常任委員会に行ってます。これ札幌視察に行っておるわけでございますけども、これがですね、ミカというバーで、5万6000円の支出がございます。これは、これ接待にこれつこたんちゃうんかと。これ一人分であったとしてもですよ、健康福祉常任委員会で視察に行った分の、このバーでの飲み代を、これ政治資金のとこから出すのはどうやねんということですね。で、6番は2019年、7番もそうですけども、1月23日、高槻の文化会館レセプションルームにて開催の池下拓を励ます会ではですね、収入が267万円、支出が115万円というふうになってます。まあ、儲けるのは構わないんですけども、会場代とか、まさかに金払ったりとかですね、これ、飯ですね。飯は、この高槻文化会館に、良印観光株式会社というところが入ってます。これ84万円、これで酒と飯は出ますね。ほんならこの後についてる平岡直美さんというね、これ隠れ家という店ですけども、この隠れ家のここですね、隠れ家阪急高槻から2分とか書いてますよね。まあ、これはおしゃれな居酒屋ということになってますけども、このおしゃれな居酒屋のこれの分ですよね、19万720円出てるんです。この金はですね、これパーティーやって、まあパーティーで本人は基本的に飯食えませんよね。で、秘書とかスタッフも飯食えないので、
で、それが二次会をするということは考えられますね。その二次会の金をここの隠れ家で出した。それを政治資金の方に付け回しをしているんじゃないかということですね。で、同年の10月5日のコンチェルと、これ間違えてね、船の上ですよ。船の上で、海の上ビアパーティーをやってるんだけども、そこにおいてはですね、収入が38万円ということになってます。ところが支出がですね、69万2190円になってるわけですね。バス代27万7200円、チラシ代6700円、乗船代34万490円ということでですね、これ支出の方が多かったら寄付になるわけですよね。これむちゃくちゃやないかいということで、まずはこっちから見ていきましょうか。これが、池下拓公演会の収支報告書でございます。節王はおとんですね、はい、でこれの分でですね、はい、ここ出てくるでしょ、パーティーね、2019年のパーティーですよ、金額も一緒でございますということで、ずっと関係ないから下げますけどね、この人らもね、おとんもおかんも150万円やって、この上田さんっていう人もこの人は親戚なの、これ10万円とかね、12万円とか、一木さんっていう方ですか、会社役員、市会議員から12万円を、まあこれはピンハネをしてんのか、なんなんか、こう今豊か方式なんか、なんか知りませんよ。維新で行いしてるのは、まあ、2万円払ってますからね、維新の地方議員なんかは。だからその分で、1万円は長堀に、1万円は支部にということで、まあこれは維新の市会議員ということで、支部にお金を入れてるというようなことですね。まあこの一番上はまあもう何の問題もないですよ。ここについては何の問題も、一応ここだけ見たらね、ないんですよ。はい。で、長堀からも、まあ、しょぼいな、6万で。松井さん、これ600万ぐらい上げてよ。お前ね。まあただの不義やから600万上げられへんやろけど。で、これ看板撤去費はまあ関係ないね。これチラシを折り込みをやってますね。出ました。小野プランニングオフィス。なかなかね、これはもう、ちょっと高いよということで、有名なところなんですよね。まあ自民機もよう使ってましたけども、今はもう維新乗り換えたんかな、この人のね。これもスピーカーを、プランニングオフィスを小野から買うわけですよ。52万円ですよ。なかなかやるな、お前ね。で、肝心なのはこれです。これ高槻文化会館でやったやつですね。これ見てください。両院観光は現代劇場ないって書いてあるでしょ。つまりここも中でお抱えなんですよね。で高槻市のこの文化会館とかでやるときにはですね、ここを使えということになってるんでしょう。で平岡さんはこの隠れ家の代表なんでしょうね。高槻町6の3で1回ですということで、ここで酒とね、酒と飯で、これもうパックなんですよ。でこう決まってんのに、この金なんやということですよ。ほらここケータリングしてんのかと。こんな84万円のケータリングして、20万のこうケータリングをしてね、何運んだんやということですよ。これほんまこの隠れ家という店にとっても非常に不明やのことではないかというふうに考えますね。でもう一丁はですね、これはコンチェルトに乗ったやつですね。バス代とチラシと乗船費用ということで、バスは丹波笹山からおいでになりましたね、竹本重機さんが、はい、でこれカンプリに頼んでやってると。でまあ、カンプリはチェーン店でいっぱいありますね。まあ、ここはだから透明なんでしょう。で、神戸クルーザー。まあ、これもまあ透明ですよね。これ、わかんないんでね。有限やし、大きなチェーン店とかではないので、それはわかりませんよ。だけど、まあ、基本的には、まあ、この金額であったということですね。ほんで、これは高いでしょ、ということで、これやったら、これ、寄付なんちゃうんかと。いう話でございますね、はい、でこっち側にも書いてますね。これ常任委員会の打ち上げの話で出てんのはここですよ。見てください。飲食代5万6000円ね。三河バーあかんでしょ。
これをまあ次ぐらいにどこかの局がやってくれへんかなというふうには思っておるわけですけどもね。これ8月21日から22日であったと。でこれも21日の晩ということで、ちょうど札幌で飲んで飲んで飲みまくれということですかね。で池田区自身は見てください、これ総務会役員からだんだんこれ偉なっていくんでしょ多分ね。政調の副会長になってですね、次幹事長、幹事会の幹事になるわけでしょ。ということはこれ党務はどう考えたってこの役員になる平の方がないわけですよね。どんどん増えていってるわけですよ。どんどん増えていってんやったら党務で事務所のスタッフとかもですね、これ党務で使うんじゃないんですかというふうに考えるのが、まあ、妥当やというふうに考えますね。でこうね、先ほどのトースポに載ってたやつですね、後援会との実務は、小曽部町にある事務所で行ってましたということになってますから、これ案文をするにしても9割をですね割ってしもたら、政務活動費ですよ、事務所家賃を計上というのはこれ政務活動費で9割をしたら、これ1割で後援会と党務ということになりますから 0.5 になるわけですよね。そんなアホなことあるかいという話でございますね、はい、確かにそれを示すようにですね、これキャストでは書いてますよね。おかんが後援会の人がここへ来たりそんなことは一切ないと、一切ない一切ないで、まあ、2回繰り返すわけですよ。でわざわざここへ来ないして乗っておるということで、まあ、写真を撮りましたけどもね。この人議長までやってんだけど、市会議員でね。だけども、まあ、全くそういう認識がないということで、この家、まあ、テレビで見ていただいたら分かったかなというふうに思いますけども、豪邸でございます。蔵がございます。そしてですね、非常に大きいので、まあ、議員をやってる時にはですね、おとんは池下サマーパーティーというような形で庭の方でやっておったというようなことでございます。庭でサマーパーティーができるんですよ、講演者を呼んでね。大概でかいということが分かっていただけると思います。で、まあ、池田区の方はですね、まあ、金儲けの方もなかなか頑張るでということで、これクレジットカードか口座振り替えで寄付をせえということで、クレジットカードを使ったらですね、毎月継続で金抜いたるでと、まさにスポーツクラブのような形でですね、まあ金がどんどんと池田区のところへ流れていくというようなこと、なかなかこれクレジットカードを使って寄付を募るというのは、こう政治家の今のなんか流れなんですか。なかなかね、こうやりますね。で、あ、これパーティーのやつ、これ2018年もやってますね、これパーティーね、260万ですね。でこの時も150万をおとんとおかんはお支払いになってると。この会社役員ってね、この名前で調べたんだけども、会社で出てこなかったんですね、なんでかよう分かるんですけど。この時には110万円、松井代表がですね、なかなか大盤振る舞いをされておるということですね。まず選挙前は2019年の方が選挙前なんだけどね、なんでかよく、これがだからミカバーですよ、これね、ミカバーは出てきたんやけどもね。でこの下の方に行ったらね、これも、まあ、まあおかしいといえばおかしいんですけども、まあ、マグロを多分1本いったんでしょうね。マグロってわざわざ書いてますからね。マグロ1本いったから、まあ、魚屋拓也というところからマグロ1本21枚のマグロですよ。マグロ解体ショーでもやったんでしょう、この時ね。でこう餅というふうにこうきちんとこう書いてるんですよね。餅でこの福助というこの餅屋なんでしょう。そないして書いたら、まあ、理解はできますよね。でこれおせちはこの吹き屋というとこですか、こっから取りました。つまり高槻良院観光から出るのはですね、一般的なパーティーの、まあ、バフェ形式ですね、そういうものが出てるというふうに考えられるわけですよ。でそれと別にこうやってしてるんであれば、ここは妥当に見えますよね。2018年ね、
2018年のパーティーではダホ島であったけども、2019年にはですね、打ち上げに行ったのか、それともひょっとしたら2019年1月ですから、4月に選挙控えてますから、ということは、まあ、取りまとめ票のね、を頼むような方々に対してお願いしますせということで、まあ、私が要言うね、1000円やるから俺の名前書けよと。で、それを、まあ、1万円やるからお前が9枚配って、で、今日の取りまとめせえよというようなことをやったんかいなというふうに言われても仕方がないですよね。まあ、これは説明をぜひとも池田区はすべきであるということですね。ほんで池田区自身はですね、なんと税理士でありますよ。ここ書いてないか、ここ書いてるね、これ。税理士でございますよ。税理士というのはですね、私も水の上成明堺市議についてですね、2回も政務活動費を返させておるわけですけども、これ税理士ですからね、あれ、水の上さんは公認会計士ですからね、税理士よりまだ上ですからね。で、そこから金を返させておるということで、まあ、維新の議員で私に金のことについて言うてくる人は誰一人おらんわけです。だからこそ私は、まあ、税金猫ババ犯罪者養成政党ということを維新の議員に正面から言っておりますけども、誰一人そうじゃございませんということは言わないということになっておるわけですけどもね。これ税理士ですから金の流れで今やってますから分かってやってるやろということですよ。で、税理士だからこれ財務局長とか会計監査とかやらされるわけですね。なんのこっちゃよく分からんけどね。これで税理士としてどこで働いてるのかと申しますとですね、ここでございます。TFG とアワーザで働いてますね。はい、ぜひとも TFG 税理士法人の宣伝もやっぱり兼ねてね、しといた方がいいんじゃないかなということでね、これほんまに池田区がここで働いてますよということを他の税理士の方々もこうやってね、まあ、宣伝しときますよ。どんな税理士か知らんけども。ね、まあ、じっくりと見ていただいたらですね、この山口さんのところまでが税理士、ね、行列ができるかどうか分かりませんけども、こんな要素の税理士を雇うということは大概でかい事務所やと思いますよ。はい、ここに書いてますね、池拓と書いてますね、池下拓税理士ね、これ税理士ナンバー入ってるからね。池拓がここで一応在籍をしておるということで、まあ議員しながらね、この泡沢まで高津からよういかんやろということもあるんですけども、どんな仕事してたのかは分かりません。で、こういうとこからですね、この大阪府議会も政務活動費ね、確認ができるようになってございます。で、クリックをいたしましたらですね、このように政務活動費、先ほどのは政治資金ですからね、事務所というか維新の支部ですね、高槻支部ですね、大阪10区支部かな、そういうところのやつですね。今度はこれは違います、これは白いタイガーマスクこと土井達也でございますね。土井ちゃんは体は身長がでかいですよ。土井ちゃんね、飲みの心臓かも分かりませんね、私からもトンずらしますからね。池田区の分で金をこのように使ってますということです。まあ、あの月60万ぐらい出てます。この金額少ないやないかというふうに思われるかも分かりませんけども、維新の党、維新の会派としてですね、まだ別個で領収書切られてますので、個人のところにはまあこれぐらいしか入らないということなのかなというふうに考えますけども、ね、これまあ見ていただいたら分かりますように、どこで見る、もう一個次の5月分で見た方がいいんかな、まあ、賃金も出てますけども、家賃見てください、はい、家賃6月分 0.9 って書いてますね。9割方政務活動費で出してるという意味です。で、これはもちろん水道代とかも同じようにしてます。ガソリン代はなぜかですね 0.5 ですね。で、ホームページも維新の党とか入ってるからでしょうかね、3分の2にしております。で、これですね、これは10なんか、まあ新聞なんかはまあ10割取ってもええんかいなと思いますね。で、携帯電話はなぜか 0.25 というふうにやってますね。これこっち側の事務所の電話はもちろん事務所に付随しますから、これ 0.9 です。で、補助職員なんかも、まあ、基本はこれ 0.9 ということになってません。これ交通費ですけどもね。この3人いてはるみたいですね。で、1人の方はこれ 0.7。
にしてますけども、後の2人の方は見ていただいたら分かるように 0.9 ということになってます。ところがですね、基本的に事務所費なんかは 0.5 つまり 5.5 というのが基本なんですよ。で、まあ8割ぐらいかな、まあ8割、まあ5割を超えたら議会事務局の方もですね、これ超えてるけど、これほんまに住民監査請求とか行政訴訟耐えうるんかということを議員の方にも聞くというふうに私は伺いましたね。だからこれ2分の1多いでしょ。これあの皆様の大好きな貝塚の今いい豊かさんですね、はい、チャイナマネーが入ってるんですかね。これ多分これみんな今井さんもこの金額で、さっきの池田区と一緒ですからね。ということは個人に対してこの金額入ってるんでしょう。チャイナマネーがここには入っておりませんけども、まあこれとは別にチャイナマネーが入りますからね。まあチャイナマネーは変だけど、これだいたい見てください。これね、みんな。だいたい半分でしょ。この補助職員が同級生を指すのか、愛人を指すのかわかりませんけども、この人3分の2ですね。だけど事務所の賃料見てください。事務所賃料10万円約ね、9万9000円半分になってでしょ。チャイナマネーで補填してるから、この人だけがこの半分にしてるわけちゃいますよ。まあお金にはですね、なかなか目がないというふうに言われてるこの方であってもですね、半分にしてるってことですね。この補助職員なんかこれ3分の2もこれ出したらあかんでしょ、ほんまね。これまあ幹事長なんかをやってるわけですから、党務で考えたらですね、あの貝塚の事務所でですね、党務なんかもやってるはずですからね。だからこそ2人も雇ってんだから、その辺考えたらこれ3分の2も取ったらあかんんだけど、まあこの今井さんであっても半分しか取ってないということですね。だからそれを見ていただければですね、いかにだから池田区の 0.9 割をですね、政務活動費から出させてるかというのがおかしいかっていうのは分かりますよね。でまあこれ、維新がですね、公明に対して新聞取ったってんやから、まあもちろん俺にも年頃になるよということをこれ言うておるという証拠ですね、これもね、はい、これちなみに今井豊さんはもう一回、今ウッシーが府議になってますけども、もう一回来年の4月に府議に返り咲く、もしくは国会、参議院は無理かな、衆議院の、もともと衆議院のということの話もありましたからね、衆議院のということになる可能性はあります。で、除名なっとるやないかいというふうに言われるかもわかりませんけども、ウッシーはそもそも今井氏の秘書でしたからね。となれば、来年にですね、まあ同時期に貝塚の市議選、貝塚の市議選の方が2週間後ですけどもありますから、その時に牛をよと、もう一回お前市会議員戻らんかいと、でわしがもう一回府議として返り咲くんじゃというようなことを今井さんが考えておったとしても、まあこれは不思議ではないというふうに、まあ、貝塚を見ててもですね、まあ思うわけですね。岸和田もろくでもない長野公平というね、ほんまに祭歌ですよ。祭りの祭歌ちゃいますね。いげちゃんとちゃうんですよ。祭歌ですよ。ほんまにね、災いを持って祭歌とするですよ。そういう祭歌のね、ほんまにもう主がですね、君臨をしておるところですけども、貝塚でも、まあ、この人が田中学司会議員にですね、やっぱり津田川にボコボコにして叩き落とされなければ貝塚の平和は訪れないんではないかというふうに岸和田市民としては思うところでございます。ということで、もう一回移しておきますけども、このような7点の問題がある、しかも今報道をなされてない7番とか6番の問題がある。これ住民監査請求、私もこれ今ね、岸和田もね、貝塚も市長選があるということで非常に忙しいわけでございますけども、それにまだですね、また別の講習を今受けておりますからね、もうなかなかこうやっていけないんですけども、ぜひ府民の皆さん880万人おるわけですから、その中で住民監査請求をやっていただいて、行政訴訟までですね、まあ、やり抜くぞというような気持ちで府民の方々が立ち上がっていただいて、集団でやっていただきたいなというふうに考えております。その時にはまあ連名であれば私も名前連ねさせてくださいね。